はい、今日は日高屋さんのタンメン買ってきました。まあ今までタンメンって日高屋さんでは食べてたことあるんですけど、果たしてこう持ち帰るとどんな感じなのかなとは、でもいわゆる出前みたいな感じで、ラーメン屋さんの出前みたいでそのままなのかと思って、どういう感じだったのかなと思ったら、こういう容器に入ってますね。電源がついて、和室、あと電子レンジの目安時間も入ってますね。で、まあ分かんなかったんですけどね、ここ見るとなかなか頑丈そうな容器ですね。まあ実言うと、まあ前はね、家で分かんない、そういったことがあって、まあどうやって持ってきて食べるのかなって分かんなかったんでね、容器なのかそれとも丼みたいな感じなのか、まあね、ラーメン屋さんの丼っていうのはこう瀬戸物にできてるやつあるんでね、で食べ終わったら外に置いといて持ってってくれるっていうのがよくありましたけどね、日高屋さんどうなってるのかなと思って、まあラーメンこの間食べたんですけどね、その時撮影はしてませんけどね。で僕みたいな疑問を持ってる人もいるかなと思って、まあ今回はタンメンで買ってきて映像で載っけたいなと思ってます。でこれレンチンで2分半ということなんで、早速やってきます。できました。でこれが何でも2段になってるということなんですね。2段になってるけど、まずこれを取って、それでこういう感じですね、外れる感じですね。それで麺、あ、これ難しいね、なかなか。この辺のところはちょっとテクニック的に難しいところですね。ラーメンだったらあれなんだ。でこういう感じですね。で麺はこうまだとりあえず硬いですね。だからかき混ぜる必要があります、あるってことですね。麺はちょっとこういうふうになんていうの、固まってる状態で。あるので少しこう揺らして食べるっていうことですね。麺をほぐすって感じですね。実際と前ラーメン、あの中華そばってやつ頼んだ時は、あのやっぱりその同じ麺が割とほぐしてない状態なんで、やっぱりまあそういうもんなんでしょうね。ほぐしちゃうとまずいんでしょうね。だからまあお店で食べる場合はね、そんなのないんでしょうけど、どれで、レンゲもついてるということなので、ちょっとお味見を、お店と同じなのか。あ、同じですね。いやすごいですね、だけど考えてみると。これどうやってね、家に持ってきてどういう感じなのかなと思ってたんですよ。全然分かんなかったんですよ。でも正直言って僕はレンチンっていうのは頭の上に浮かびませんでした。ただね、それで味、その時前中華そばのラーメン食べた時味同じだったんですよね。家で食べようがお店で食べようが。それで特にレンチンしたからね、その暑さもね際立って暑いって感じだったんだけどね。もう家で食べられるのっていいですね、考えてみるとね。まあ普通のね、あの個人でやってるお店なんかの場合だと、出前っていうのはありますけどね、日高屋さんチェーン店なんでね、まあ今回もこういうコロナ禍でね、まあどこのお店も出前をするようになりましてね、ウーバーイーツとか出前館とかありますけど、まあそれは嬉しいことですね。まあアニメにおいてはね、まあお店はもちろん出来たてですから全然違いますけどね。でもほとんど変わらないよな。ほんと素晴らしいですね。まあ
まあラーメン食べるならタンメンの方がいいって言われますよね、野菜が入ってるから。まあ今回タンメンを買ってきたのは初めてなんでね。前想像室かのこうテイクアウトを想像してたのはね、もしかしたら持ってくる間に伸びちゃうんじゃないかなと思ってたんですよ。だからどういうのやるのかなと思ってたんですよ。普通ね、ラーメン屋さん、個人でやってるラーメン屋さんの場合はバイクかなんかでね、さーっと持ってきちゃうからね、あれだけど、でもなー、日高屋さんになっちゃうとどうなっちゃうのかな、どうやってやるのかなと思って。確かに麺と別だと伸びないですよね。まあそれはなんつうの、家に持ち帰る時間が相当長い人になっちゃうとどうなんだか知らないけどね。まあ基本的にはでもコロナでなかったらね、お店で食べたいところですよね、言って言って。まあコロナのおかげで、まあ料理できる人はまあもともと家でちゃっちゃかちゃっちゃかできるんでしょうけどね、私みたいに大して料理できないような人間はね、結構しんどいですよね、このコロナっていうのは。でお店で食べられなくなっちゃう、食べられなくなることはないんだけど、結構ね、やっぱりこう周りに気を配りながらね、食べるとかねしなきゃなんないし、ちょっと胡椒を、味変ですね、ここで胡椒で。外出した時なんかは休みの日とかね、そういう時なんかラーメン屋さんに入る時あるんですけど、たまにその時なんかはね、やっぱりね、お昼は混んでるんで、だいたいやっぱり2時3時ぐらいに入りますね。ただまあその時間帯になって3時ぐらいになっちゃうとね、ラーメン店一時的に休憩時間に入っちゃうところも結構あるんですけどね。まあ休んでないところはまあ食べたりしてますね、僕なんか。でここでさらに味変です。今度はラー油による味変です。まあ早くコロナが収束してほしいですよね。人間ってのお付き合いもね、おかげでめっきり少なくなってしまいましたしね。僕なんか不特定多数の人たちと会うことも過去あったんですけど、コロナのおかげでね、めっきりなくなっちゃいましたね。やっぱラーメンっつうと、やっぱりラーメン丼がやっぱりいいですね。ねえ、味は変わんないんだけど、なんかなんつうんだろう、今までまあラーメンが誕生した時からラーメン丼じゃなくてこういった器だったらまた違うんでしょうけどね。はい、本日は居酒屋さんのラーメンをお持ち帰りで食べた動画でした。まあね、刺して食べるだけの動画だったらね、刺したる、まあ、お役立ちにもならないのかもしれないですけどね。ただ僕が個人的に思ったのは、どうやって持ってきて食べるんだろうなとかね、伸びないのかなとか、そういうふうに思ってたもんでね。まあ一回、まあなぜかというとね、ネットでやっぱり日高屋さんのお持ち帰りもあるんだけど、食べる動画はあるんですよ、いっぱい食べる動画とか。でもそのレンチンしてとか、そういうところは見せてる動画なかったんですよね。今は知らないんですけど、ちょっと前まではね、なかったんですよ。だったらまあ僕みたいな、どうやって食べる、どうやって持って帰って、どうやってそのまま食べるのかなとかね、思ってる人も中にいるかと思うんでね。まあ今回の動画となりました。はい、ご視聴さまでした。チャンネル登録、高評価いただけますとありがたいと思ってます。はい、おしまいです。